はいどうも佐藤ベートーベンです。今回はですね、トラップ4をですねやっていきたいと思います。もう真ん中もうねえねえ出して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 スム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 ゾンビのコスプレイヤーにやられて死にますさよなら。ゾンビのコスプレイヤーって何？そうやって名前書いてある。ゾンビのコスプレイヤーいる。ゾンビのコスプレイヤーいる。ゾンビのコスプレイヤーいる。おいおいおい。絶対に死ぬ。はい。スニークでいけるとかな。実は透明な床がないですね。あ、いけた。あ、落ちた。いけた。あー、ねし、なんか2回死んでない？ちょっと、いけて、落ちた。そう、ギリジャンプで行って、行った先のギリジャンプ、壊れるか。あれ、壊れないじゃん。え、金床どうなった？うわどうすんのこれ。あ、だからあのへばりつけばいい。へばりついて。あ、なくなった。なくなった。よかった。二人行ってみたら。うん。行っておいで。いいよ。行って。俺撮ってるから。うん。はい、いけない雪だるまとか言うから、オッケー、いけ、いいじゃん。頑張れ、いけ、あああっ、ひるゆし、ナイスもういい、もう押してくれよ、もうレバー押してくれよ。押しました。一緒に神獣だな、ひるゆし神獣でフェンス込まれて、ここのレバーを押せるようになったのかな。ここ押せるわ、押すね、だが、押すね、だが、押すね、だが、いや、大丈夫、雲の糸あるから。あー、じわじわと大丈夫大丈夫全然こんな人あるから。おい、押すな。誰だ、押してるやつ。誰か糸垂らしてくれ。あーれーあーれーで、どっか行けるような。あー、真正面のフェンスが行けるようになったよ。こっち行きますよ、じゃあ。で、一緒に行こう、一緒に行こう。一緒に行く、一緒に行こう、せーの。あ、何も起きないじゃん。おうおう、大丈夫、佐藤さん、行って。あーねー。うん、まあ。まあまあまあ。まあ、床抜けるよね。あと、こっちにコード投入口、数字5桁。鉄、金、銅。あ、で、ここにチェストある。木のシャベル、砂が破壊可能。こっちにない可能性あるね、まだ。行かないよね。こっち側から行くか、じゃあ。ああ。天使、私は絶対に嘘をつきません。神に誓います。おう。なんて書いてある？いけ、いった、なんで出てきたかな、そこ。みんな死んだじゃん。死んだわ。で？やば、金床。はいはい、金床。はい。何書いてあるこれ？危険。ああ、そういうことね。確かに危険だったね。あれ最後むずない。俺このここ絶対落ちると思うから、これを越えて、はい。レバーを置きます。はい。はい。はい、おい、佐藤べー。いや、俺のせいじゃないじゃん。
俺のせいじゃないじゃん。俺のせいじゃん。天使っていうふりだったんだよ、これ。天使っていうふりだったんだって。商店。おい、佐藤部。パトラッシュウェイスですね。私たち上なんもない。さよなら、落下。うん。あ、生きてるじゃん。生きてるじゃん。あ、なんで俺ばっかりこんな目に。え、どうやって帰ってくんのそれでも。もう死して帰るしかないな。バイバーイ。あ、で、砂は破壊できるらしいんだけど。なんか、あ、ここにある。おーい、ここだー。左だー。あ、ほんとだ。あ、で、金が出てきた。金が17って書いてある。あ、じゃあこんな感じで、あれか。真ん中が金だから17ってことだね。だからあと3箇所あるんだ。あと2箇所か。なるほどねー。鉄と。探さなきゃ。そうだね。砂ブロックで破壊できる場所があるんだね。見つけました。あった？うん。砂破壊したけど、なんか、あれ？ここ破壊したらね。おう。どっちだ？あさとさんがね。いや。で、成果は？何の成果もありませんでした。あ、息があるそっち。あ、ほんとだ、あったあった、こっちこっち、うん、これね、オッケー、鉄、あと鉄、どうだね、そうだね、見つかんないね。ね。あ、でもないわ。落ちてみる？水。ああ、落ちてみよう。痛い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 。ああ、なんもないですね。痛い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 。死ぬ死ぬ死ぬ。あ、あった？ひるし。ちょ。痛い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 。あ、あるじゃん。ここに。あ、そっちかいそっちかい、はい、オッケー。で、鉄、金、銅の順番だから、鉄が8、うん、で、金が17で、53 8、17、53で、これでコードを入れればいいのか。あれ反応しない。全角？半角かな、じゃあ。あ、全角で入れたんだ。うん、じゃあ半角かな、多分ね。なんかいる余計な行動してる人いる。ワンちゃん落ちないかなと思ったんだけど。あ、いった。おーいおーい、全身だ。いける、私も。なんか時間差で殺されたんだけど。うまい。さあ、ここ乗れば行こう、うん、どっちの方がいいんだ、どっちの方がいいんだろう。待って、なんで、はっはっはっは、なんか時間差で、でもそこで生きてるけどさ、それ死ぬでしょ、多分。死ぬっていうか、生きる術なくね。てか、もう今こっち来ないっていけなかったんじゃない、むしろ、ひるし。今もう、木を逃したんじゃない、むしろ。あれ、ふざけ、いや、ひるし戻っておいで。ひるし、なんとかなったじゃん。ね。危なかったね。うん。